皆さんこんばんは。こんばんは。 HBC 競馬部部長堀内とヘッポコが5回ぐらいつく部員の水野でございます。よろしくお願いします。さあそして今日は、はい、もう女神第3弾もう頼む。はい、HBC ラジオでトピッカーのリポートをね担当しています柳アンダさんです、はい、よろしくお願いします。アンちゃん新入部員です。あれもう入ったんですか。入りました。お、入ってんだ。ダメさん意気込みが違うもん。もうやっぱそうですね。もう仮入部とかじゃないですけどもう本入部だ。全然呼んでくれないので、そう、そうですか。実はね、まあ、今ナルミスという番組で、ね、はいはいはい、一緒に仕事をさせてもらってるんですけども、はい、これ第一弾女神ヨナガアナウンサーだったじゃないですか、でしたね、クレームなぜ私じゃないんだと一番じゃないのと、そういうこと。でもそれぐらい柳谷さん実は競馬は、競馬は今初心者勉強中なんですけれども、うん、好きですね。あのね、なるみつ G1 の前だと金曜日にそう予想するコーナーもあるんですが、はい、柳谷さん、最近頼んでもないのに予想してますね。すごいすごいですね。熱量が違いますね。だからちょっとこの2回の女神とはちょっと一味違うと思いますよ、うん、なるほど、なんて言ったって何が違うかって、この撮影のために昨日美容院行ってます。いや聞きましたよ、急美容院行きました。違いますって、たまたま会ってたのが人気美容室で会えてたのが昨日だった。でもこういう動画とかで HBC のチャンネル出るのは初めてですが、初めてがこの競馬部でいいのかしらね。光栄でございます、それで、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあそういうことでちょっとね、振り返りますけども、はい、先週ローズステークス、うわ、いやでも見事ね、競馬部的には的中ということでやった、井口さん的中。え、井口さんよ、あたった。いやでもね、井口さんすごい、ちょっとすごいですね、これは。今まで井口さんは当たらない予想を繰り広げてきたわけなんですけど、いやリアーメリアとオーマイダーリンが入ってるというこの予想で1着3着ね。いやこれはもう見事でした。あ、柳谷さんはちなみにこの競馬部は結構見てくれてる。はい、見てます。あ、じゃあもう大体内容は大丈夫ですね。多分大丈夫です。じゃあなんで我々がこういう変な格好してるかっていうのは分かってくれてますか。そこちょっと見てなくて。あ、見てないですか、これの気持ち悪いでしょ、この格好。てかね、長袖農家のおじさんでしょ、これ。なんかもう競馬シャツ着て、何ネクタイして、いや、ネクタイしてる、ワイシャツ着てる時が、的中率が僕良かったんで、でも競馬部 T シャツ着たら当たらないっていうデータもあるから、でも T シャツは着たいから、中間を取ってネクタイだけするって。じゃあ今日 50-50 なんですね。そうです、ワイシャツだから長袖着てもうさ、いよいよ迷走してますよ。だから僕もそういう意味では本ジャケを着たら当たるっていうね、予想してた。いや、なんかいかに自分が流し見で見てたかって思いました。いやいや、いいです、いいです、これぐらいの動画なんですよ。振り返ってもらえばいいですよ。だから、この色にこう色って、もあんまりかっこよくはない。コントラスト悪いですよ、本当に。でも、なんとか与えてためにね、そう、我々ちょっとこういう格好してきましたから、そう、真剣なんですよ。行きましょうよ。はい、はい、今週はオールカマーをね、予想するっていうふうにお伝えしてたんですが、はい、フィエールマンゴーがですね、はい、熱発、熱発ということでちょっとこう回避したのでね、頭数が9頭になっちゃって、そう、ちょっとどうかしらということで、はい、急遽ですね、神戸新聞杯に、神戸新聞杯にしました、変更しました。はい、こちらは18頭立てフルゲートですね。なんてったってコントレイルはね出てきますから、これあんちゃん、はい、柳谷さんはあんちゃんの愛称なんですけども、はい、もうコントレイルは強い、おっ、もうご存知で、飛行機雲、お、あ、知ってる、すごいっていう知識ありますんで、これはいい感じですよ。そういうことなんですよ、うん、飛行機雲歌ってた歌詞は荒井由実。お、それすごいでしょ、この反射神経よ。やっぱラジオで培われた、そうなのよ、伝えていただいております。僕ね、ちょっとテレビだから今ついていけなかったラジオあんまやってない。今日はあの中継明けで来てますんで、ね、そうなんです、中継明けの勝率はどうかかかってますからあんま良くない僕はもう一掘りをやらないとダメなんです。例に及んで私から行きましょう。行こうか。いいですか。じゃあ部長、はい、よ、今年の神戸新聞杯は、はい、いつもはどこで阪神競馬場、阪神ですね、はい、距離は2400、うん、正解、すごい。僕2年前見に行きました、現地。え、生で、生で聞いてない、それワグネリアンの時。実は見てた、阪神系。ちょいちょいずる休みに行ってるんですよ。いや、別にずる休みじゃないです。あ、ちゃんと、年休、年休中か、週休中か。へぇ、そう、まあそれは置いといていいんですけど。でも生で見てた、生で見て、へぇ、なんだけど、今年は
中京競馬場。いや、なんて言ったってこれは今年ポイントですよ ね。しかも距離は 2200m。 そう、中京芝に24がないんでね。そうなんですよ、うん、ということで、はい、私いつもですね、最近も何週にもわたって過去の傾向を見て傾向を出してそれに当てはまるポイントをこうご紹介してたんですけど、はい、だから当たんねえんだなと、あら、いうのが最近分かりました。おデータはや、なぜなら、まあ、今年そうイレギュラーな開催が多いのでね、はい、ちょっと一概に傾向当てはまらないんじゃないかと、うん、いうことで過去の傾向は参考外とさせていただきます。うわーすごい、堀内がもう過去の女神来た時とも全然違う切り口になってますからね。、はい、もう今日分かりやすいですよ。おで、もう直近先週、うん、ローズステークス、はい、中京でありましたよね、はい、2000m でした、はい、でこの傾向もう大荒れだったじゃないですか。大変だった。ムジカオーマイダーリン、はい、なんで飛び込んできたかと、そうこれね見つけました。おまず距離延長。あー、はい、そっか。そう、うん、先週は 2000m でしたけど、はい、それより短い距離1006とかね、うん、1008とか、その距離からの参戦、うん、しかも前走上がり最速、もしくはそれまでに堅実な上がりをずっとこう出してきた馬だった。上がり理論はもうこよなく愛されてますね。そうですね。しかも中京はやっぱりね、上がり大事じゃないですか。直線も長いし坂もあるしということで、うん、コントレール入ってないでしょ。いや、コントレールはそう入ってない。だって距離延長じゃないもんね、コントレール。あれでも俺コントレール入ってない、入ってない。あれ2番だよ、コントレール。あれ、なんで、え、なんで、なんで、あ、間違えた。1、5、12、13、14。あ、多い。なぜかコントレール入ってます。ちょっとこれコントレールはこの、ここから出ないかったんですか。まあ、あのね、そう、ここじゃないです。あの私のこれ間違えちゃった。っまあ、この上がり最速のね、もうずっと上がりを堅実に出してるっていう意味では当たってるんですけど、距離は延長してませんでした。大変失礼です。ですから、5頭ですね。で、まずこれ1個。いや、これ1個。結構、この5頭人気ないですから。ないです、はい。はい。素晴らしいでしょ。おで、次いきますよ。で、過去の、やっぱり阪神24というのは結構ダービーとかね、うん、その辺と結構親和性もあると思うんですよ。距離も同じだし、うん、直線も長いしという、はいはい。ただ、今年中京ですから。そう。はい、中京実績がね、うん、これはあった方が強いんじゃないかと私は思います。うん、そこで飛び出したのが、12番ですよ。この馬、名将菩薩。 あの大観桜賞を勝ってますね。しかも中京の2200で勝ってる。そうそうそう、本当だ。これはいいでしょう。おで、マイラプトリーも新馬戦中京で勝ってます。そう、中京でした。そう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 。で、中京実績ある馬、この2頭しかいません。なるほど、うん、で、さらに2200ってやっぱりこう非根幹距離って言ってこう、あの、なんていう、400で割れない距離って言ってね、これは結構こう馬によって適性が分かれるんですよ、うん。で、2200で実績があるっていうのも強調材料の今回の争点になるんじゃないかと。過去の傾向が違いますから。どうか。そうするとこの6と4、6、7、11、12、15、うん、で、あとはちょっとね、レコード勝ちをした馬をね、はい、調べたんですね、はい、したら3頭だけ該当する。1番のグランデマーレ、これ前回のハボタン賞、中山に戦、いや相当な器の馬ですね。強いですよこの馬。新馬戦ではね、あの1ハロン10秒台っていうラップをね、あの叩き出してる馬でもあってね、さすが詳しいですね。 POG で持ってたんですね。そう、骨折明けでちょっとね、あのぜひ頑張ってほしいという思いも込めて。でも秋ね、こうやって出れてよかったですね。いや、本当によかった、うん、心から拍手を送りたい、はい、で12番名将菩薩もレコード出して、あ、中京の未勝利戦でね出してます。これレコードがポイントになってくるんですか。やっぱりわかんないです。え、いや、それはわかんない。わかんないけど、うん、コントレールもレコード勝ちしてますよね、トスポハイでね。あ、そっかそっか、はい、ってことはやっぱりレコード勝ちは強いだろう。ここで新たにレコード理論が、いや、レコード経験理論が出てきたわけですね。レコード、やっぱレコードってタイムのね、記録1分まで1番、はい、コースレコード、はい、だその3頭しかいない。なるほど。だからもうなんならこの3頭で決まってもおかしくないんじゃないかっちゅうぐらいの気持ちもある、うん、ということで、はい、私の印こちらです。結局でもコントレールは勝つんだね。まあ強いでしょう、ね、任せられないと、うんうん、だけど、うん、唯一任せられるとしたらまだ勝負付けの済んでいないグランデマーレじゃないかと思った。なるほど。まだ戦ってませんから、他なかなか。で、前に行くでしょうね。で、前に行けます、うん、で、前に行っていい上がり使います、うん、
距離も延長してます、うん、ほら、うん、レコード勝ちです、うんうんうん、ということで対抗、うん、でそのこの名称菩薩が僕はやけに気になるんですよね、うんうんうん、今まで挙げた僕のポイントに全部当てはまってるんですよ、はい、うん、ということで3番手いいと思う。であとは同じくその距離を延長していい上がりを使って割と前目でっていうのでいくとディープキング14番、はい、これいいですよ、はい、藤原厩舎のね、はい、こうちょっと間隔を空けてとい、はい、いやーここは分かっていただけると思う、はい、うん、以下、5番のですねこれもちょっとね来たらいいですよ。ロバートソンキー、これ全然人気ない、全然人気ない、ほぼ最低人気に近いと思うんですけど、これも距離短あの距離延長で、うん、で3戦ともねいい上がりをずっと使ってきてるんで、このクラスでの上がりはどうですかね。いや関係ないっすもう出た、困ったらね関係ないって言うんですよ。関係ないのよそう何でも言えちゃうんですよ、関係ないっていう小島よしおか堀内大輝からですからねそんなの関係ねえよ本当に、はい、でまあいいか実績馬をちょっともう三角多いですね、ちょっと多いです、ね、ああでもね、先週考えたらね、そうそうそう、うん、じゃああれなんですよ、先週の動画で要は私があまりこのお絵描きで実況予想に力を入れない方がいいというご指摘をいただきまして、そしたら当たるんですよ。いやでもね、せっかく女神来たんで僕も頑張りたいなって思いがあったんですが、団長の思いでコンパクトにやりますよ。じゃあお行きますよ、お願いします。でも一応ファンファーレからいきます。わかりました、いきます。でーたらだった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 でーたらだった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 もう、もう3コーナーでーたた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 たということでゴールイン、もう終わった。なんとディープキングが差し切り、コントレール敗れる。3番手にベルトライゼンでコントレール前哨戦敗れるっていう、思い切った予想。おディープキング、コントレール任す馬、任すとしたらディープキング、思い切っていってみました。思い切りましたね、うん、ラジオ日経賞組今年レベル高い説、おバビット逃げ切りましたよね、セントライト記念、ね、強かった。そして牝馬のね、うん、シオンステークスも、うん、馬券に絡んだ、はは馬もラジオ日経賞出てたんですね、うん、でそれに上回ってて、でディープキングはね、それこそ堀内部長理論と一緒で、うん、上がりほぼ1位か2位なんですよね。そうなんです。ある程度前の方につけれて、そういう足を繰り出せると。そうで、ディープインパクトダリシアっていうめちゃめちゃいい血統、うん、藤原秀明厩舎がやっぱり本当に仕上げがいいんで、うん、やっぱり馬の成長を考えて来てると思うんですよね。だから菊花賞も見据えた上で、僕はこのディープキングっていうのが逆転もね考えるぐらいの成長があるかもしれないということを含め、うん、ちょっとここはあえてディープキングにさせていただきました。 いいですね、うん、僕もいいと思う。でもコントレール負けるとしたらこういうとこしかもうないんじゃないかと思って、まあね、うん、あと負ける気がしない。なかなかね、そうなんですよ。であとちょこっと、あ、ミズのコントレール負けるって予想しててすごいねって言われたいだけという、ね、それはちょっと僕もね考えた。そう、なんか普通だねみたいな。だとしたらもうディープキングぐらいじゃないかなというところで挙げさせていただきました。で、やっぱダービー上位組は、うん、あ、過去のね、やっぱりこの三冠がかかった秋っていうのはいろいろあるんだけど、うん、なんだかんだ言ってダービー上位組が行ってるんですよ、うん、例えばミホノブルボンっていうね、馬がいて強かったんですけど、その三冠を阻んだのはライスシャワーという馬だったんですが、結局ダービーも2着だったりしてね、結局ね逆転してるんだよダービー出てたのはね。そういうところからベルトライゼンでは力があるんじゃないかと。で同じような理論でマイラプソディもね、ダービーああいったまくりの競馬ができたんで、はい、やっぱり力はあるんじゃないかなというところで、この辺り上位。ただあとはねちょっと分かんないんで、個人的には馬券はディープキング、コントレールの二頭軸、総流し三連複、うん、っていうのでいいかなっていう気はしております。なるほど。はい、昨日でいきますか。昨日でいきましょう。ここはい、モロかぶりです。あら、堀内さん、おすごい。あら、ちょっと待って、嬉しいな、キノリとかぶった。嬉しいでしょ、キノリとかぶるって初めてよ。でもね、このパターン初ですね。このパターンは初めて。水野さんとっていうのは何回もありますけど、これどう出るでしょう。コントレール不動の一挙、うん、で、以下名称菩薩、グランデマーレ、エンデュミオン、ファルコニア、ディープボンド。おお、ディープキングが入ってない。まあディープはディープでも普通ディープボンドですよねダービー上位だしね、うん、
考察は気になりますよね。ちょっとね、匂いますよね。いや、わかります。うん、グランデマーレは未知数というので、そうそう、未知数、そうそう、あ、じゃあこの3頭でね、良さそう。いや、ディープキングあるよ。ディープはね、苦かったですね。ディープキングも確かにね。絶好調、井内くんのは届いてるんですか、これ。あのね、今回は、もうこういうなんで、フードだよ。もうね、ドラフトじゃないんだから。もう、将棋の封じ手のように。高くオークションで、チャリティーオークションで。じゃあね、ちょっといただきましょうか、こちら。あれ、なんか、すごい。なんか、興奮しい感じでね。いただいております。じゃあ、いきますよ。じゃん、あら、ベルトライゼンデリビターエンダーにディープボンドですって。あら、コントレールないよ。どういう予想してんの、イチ君。ちょっとね、理由は不明。もうこれしかないんで。挑戦的ですね。ではお待たせしました、はい、さあ、女神、はい、まだ本当に勉強、すごい勉強中の初心者なので、はい、私は今回は JRA のホームページにある、うん、あの今週のレースの、うん、あの情報、うん、で、あれ、これって井口君と同じじゃん。診断の予想だと、やだやだって言われた。絶対やだ。井口君もこの間ノートにね、まあ、聞きましょう、まあ、それは聞きましょう。あ、そう言ってましたよね、うん、言ってました。表一によるとって言って、あのすごい嫌だけどもうかわいそう、ね、もうこんだけ嫌だって素の表情で言われる井口って言ってなって言ったら、しかも言ってたのに忘れた。よし、うん、はい、気を取り直して、はい、行きますね、まあ、それで今回は行ってみました、はい、基本的には、はい、念願の競馬部わーい、まず出たっつってやっと出ました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そしてでそれで行くと、うん、前走から中9周以上入ってて、あと前走が17頭以上、お、多頭数のレースね。今年4月以降の JRA のオープンクラスのレースで2着以内、うん、と前走の着順が4着以内。あ、そうか。じゃあつまり、まあ、今年競馬場は違うけど、もともとある神戸新聞杯の理論でいいんじゃないかと。だからちょっと部長とは逆、うん、違いますよね。そうですよね。なるほど、まあ、確かに真逆ですね。まあね、そうだね、うん、行きました、はい、そうして見ると、うん、はい、これに全部当てはまっているのが、うん、コントレールとベルトライゼンテ、うん、おー、なんですよ。なるほど、上位組ってことだね。やっぱりそうなんだって思いました、はい、でも私はあんまり来なそうだなって思うような馬、うん、穴馬が好きなんですよ。これもまたなんか井口さんと一緒ですよね。あー、さっきの予想みたいな。すごいね、柳屋対井口も起こってますね。勃発してますね。結構ここではないところで勃発してる。なるほど、はい、いろいろあるんですね。いろいろあるんです、はい、あるよね、同年代ですし、はい、知らないわ、そんなの。確かに同年代、同年代だ、同年代なんですね、はい、今知りました、はいはい、で、今回はおコントレールやっぱり強い、うん、で、ベルトライゼンテ、うん、私、池添騎手が好きで、いやー、わかる、私も大好き、なので、好きですよ、いいですよね、いい、で、ずっと乗ってるじゃないですか、はい、なので、よくって、うん、あと、このさ黒三角は、そのさっきの、あ、ビターエンダー、あれ、ゆうじくんどうした、いや、そうなんですよ、いや、そうなんですよ、あれコントレール以外、並び一緒ですよ、いや、だって、一緒じゃないですよ、ここ、ゆうじくんと一緒じゃん、やっぱりさ、JRA のデータ一緒なんだよ、いや、そうなんですよ、そうさ、JRA のデータでやってんだよ、そうだ、結局さ、この理論で来てんだよ、この人も、そうだよ、いや、なんで、同じじゃん、いや、違うでしょ、基礎は同じかもしれない、もうやだ。いや、ここまで、あ、一緒かもしれないけど。でも、それ以外のもありますよね。迷ったでしょ。ここまではまあまあ。そのデータから行くと、ね。ここデータから行くと、はいはい、この黒三角、白三角、星は悩んだでしょ。すごいぞ。黒三角3頭もいるぞ。初めて見た。いっぱいいるからね。もう優柔不断なんで。いいよ。いや、わかる。で、ビターエンダーは、うん、ビターエンダーね、はい、いや、いいですよね、うん、いい、いや、僕ダービーで印つけましたから、うん、この動画で、そう、でもちょっとあの機種が変わってるのが気になります。吉田隼人騎手は大丈夫ですか、ね、今乗ってますから、そうなんだ、はい、じゃあ大丈夫。ファルコニアね、ファルコニアは、これ前走が前走3着、前々走4着、その前1着で、うんうん、
こう順位が安定してて、あ、ね、まあ、うんうん、G2 ですけど、はい、で、はい、マイラプソディは、うんうん、なんか好きなんですよね。いや、そういう感覚大事ですよ。 あとマン・オブ・スピリットも、うん、はい、デムーロさん困った時は外国人機種っていう私の格言がね、それがあって、でしかもデムーロさんって調べたら中京のリーディングジョッキーに2018年になってるってあってます、うん、よく調べてますね。いや、ピンポイントで調べただけなんですけど、はあ、知らなかった。あ、デムーロさんが好き単純な、ね、愛の告白だったんです今ね。デムーロさんが好きって池蔵さんも好きって言ったけど、そうね、何好きじゃねえかみたいな。何かいらっしゃる、ね、何かいるね、うん、それでこんな感じです。よーし、っかりとした。よよよよよ、素晴らしいですね。え、水野さん、さっきコントレイルが負けるならここじゃないかなっておっしゃってたじゃないですか、うん、それどうしてですか。あ、だからそれこそ本番が菊花賞ですよね、うん、はい、もう絶対的に何が何でも取りたいのが、うん、はい、なんでそこに向けてここでそこまで仕上げる必要はない、うん、という、で別に負けてもそんなに問題はない、まあ、そうですね、うん、だから菊花賞に向けてどうするかが最大のポイントだと思うんで、うん、はい、で福永氏もそれなりのいろんなチェックポイントを持って乗ると思うんですよね、うん、菊花賞に向けて課題をね、うん、絶対距離長くなるから折り合いとかも考えるだろうし、結構僕馬込みで競馬をさせたりする可能で2番枠だしね。そうですね、それでちょっとなんかいろいろやってうちにピュッみたいな、うん、外からピュッ、そうそうそう、だからもう、うん、あとは菊花賞はもう広いしね、うん、ほぼ負ける気はしないし、で当然ジャパンカップとかね行っても距離、うんうんうん、やコースも広いから、うん、負けるとしたらこの中京の2200しかないんじゃないかなっていうところです、うん、正直なところコントレール以外はまあ分かんないっちゃ分かんないじゃないですか。その通りだと思います、うん、今回本当にだからそこをちょっと期待して、うん、コントレール一等軸にして多分相手は7等ぐらいまでいけるので、うんうん、今考え中って出てます。じゃあ整理します。はい、ほら、はい、魅惑たっぷりのグランデマーレは入れましょう。グランデマーレはちょっと入れさせてほしいです、ね、どうぞどうぞ、もちろん、はい、僕もいいと思います、うん、はい、5番人気ぐらいです。あ、でも私は皆さんから評判を得たファルコニアで、うんうん、あ、ハルコニアいいんかもしれないですね。ちょっと匂ってきた。うん、いや、いい。いや、当選カンビナの下っていうのはちょっと、うん、あ、そうだったかと思いましたね。うんうんうん、はい。ということで、はい、我々の最終的な結論はこちらです。じゃん、コントレイル一等軸の8等流し。はい。はい。で、ちょっと配当低そうなところを200円にしました。うん。はい。はい、いかがですか。いいんじゃないですか。よろしいですか。はい、みんなコントレールは一着付けにすると思いますけど ね、そこをあえて、そう、相手はグランデマーレ、ビターエンダー、エンデュミオン、ディープじゃねえ、モエーショー菩薩、はい、ディープキング、はい、ファルコニア、はい、マイラプソディ、ベルトライゼンデ、はい、はい、来るしょ、これ来るしょ、来る、うん、うん、では穴馬行きましょう、はい、オールカバーでよろしいですか。行きましょう、はい、はい、じゃあ3人同時に行きます、はい、せーの、じゃん、はい、私はジリラーレウーのステイフーリッシュ、もうこの2頭でしょうと思ってます、はい、前残り、うん、はい、私はステイフーリッシュですよね、はい、中山タフですから距離延長じゃなくて距離短縮がいいんじゃないかと。お、逆にね、エウロ記念からの、そう、しかもステイフーリッシュはね 2200m がもう1210、うん、G2 の成績もよし、中山もバッチリ、はい、雨も OK、うん、ステイフーリッシュで決まり、いいと思います、はい、そして私はオーケームーン、これは穴ですね休み明けすごい休み明けですよ、すごい休み明けですよ、スタミナを蓄えて、うん、また帰ってきてくれるんじゃないかと。これはすごいすごい、いやでもちょっとフィエルマン回避で分かんないですからね。そうですね、うん、だからしかもなんだろうね、ジェネラルのも休み明けですからね。そうなの、だからマーク甘くなると思うから逃げ残るんじゃないかなっていう予想ですけどね。じゃあこの3頭の3連服っていうのちょっと買ってみたいですね。いや相当つくよこれ、うん、多分あのカレンブーケドール来ないだけで ね、はい、さあどうなるでしょう。はい、オールカマーも注目です。はい、はい、さあ今日は女神にお伝えしました。いやどうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。いやちょっと勉強不足でした。もっとね、いやいやいや、競馬部の動画をちゃんと見てまた来るので読んでください。いや過去2回の女神より全然勉強してくださいましたよ一番本当の女神になりそうな気がしますね。いやいやいや、
前回の女神、名前の響きがいいとかってそういうあれでしたよ、本当に。そうだし。そうだし、つらいり。つらいり。うん、したら最下位だったんでね。それもありましたけれども。で、柳谷さん、はい、ぜひ PR を。はい。はい、PR を。あ、まず、井口くんごめんなさい。謝るんだ。井口さんごめんなさい。いいのよ、それ。もう。そう。はい、もう忘れてるから、井口くん。そうか。はい、HBC ラジオ。ナルミッツと長官桜井の中継リポーター、はい、オトピッカーという中継リポーターをやってるので、ぜひラジオも聞いてください。はい、また来ます。はい、あとも担当番組、あとでテロップ全部しますね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、今日もお付き合いありがとうございました。いやー、もう今週こそお願いします。よろしくお願いします。2万円はきつい。